ネット競馬ニュースフラッシュ。こんにちは。2月12日のニュースを担当いたします、馬事文化応援アイドル桜花の奇跡の星野奈々です。それではまずこちらのコーナーから。奈々氏の筋肉チェック。このコーナーでは私星野奈々目線で見た週末に役立ちそうないい筋肉を紹介していくコーナーです。皆さん、先週は奈々氏の筋肉チェックのコーナーお休みをいただいておりましたが、2月2日に行われたネギシステークスで、なんとここのコーナーで奈々氏が推奨させていただいた本間さん、コパナキッキングが2着、そしてなんと9番人気のスマートアバロンが3着に入りました。ということで今週も張り切って筋肉チェックしてまいりたいと思います。今週末奈々氏が注目したいレースが東京競馬場で行われる共同通信杯です。それでは筋肉チェックしてまいりましょう。じゃじゃん。2018年の優勝馬オーケームーン、そして2019年の優勝馬ダモンキングリーです。オーケームーンは、一見筋肉の盛り上がりがあまり顕著に出ているわけではないので、筋力が足りていないのかなという感じに見えてしまいがちですが、ともお尻の方の筋肉ですねの、宣伝筋、そして大腿筋膜張筋が張りのあるいい筋肉でございます。これはオーケームーンの生まれ持った筋力を当日活かせた結果が出たのではないかなと思っております。そして2019年の優勝馬ダノンキングリーは3番人気という期待以上の成績を収めただけあって、とてもムキムキのいい筋肉をしております。ムキムキな馬体は一見重く見えてしまいがちですが、一つ一つのパーツがしっかり引き締まっておりますので、当日いい成績を残せたのではないかなと思います。何より注目の筋肉はこの大腿筋膜張筋でございます。さてこの2頭を踏まえた奈々氏の推奨馬はこちら、じゃじゃん、至高、そして進軍バズーカ、そしてフィリオアレグロでございます。この3頭はですね、大腿筋膜張筋がとても綺麗に出ていたので、ベストオブ大腿筋膜張筋ということで、この3頭は大腿筋膜張筋ボックスかなと思っております。中でも注目の高い、フィリオアレグロは、ムキムキのダノンキングリーに近い筋肉を持っているんじゃないかなと思います。進軍バズーカ、そして至高も対抗できるだけの、友の筋肉はあるんじゃないかなと思います。なのでぜひネット競馬のデータベースにて今日の奈々氏のおすすめの推奨馬、そして、過去の優勝馬の筋肉チェック一緒にしてみてください。当日のパドックがとっても楽しみですね。以上、奈々氏の筋肉チェックのコーナーでした。昨日2月11日船橋競馬場さんにてMC 佐々木舞さん、そしてゲストにちかりさん、私星野奈々、そしてただいま大人気ブレイク中のモノマネ芸人りんごちゃんと一緒に第1レースのスペシャル予想トークショーを行ってまいりました。はい、りんごちゃんは十和田ご出身ということで、大間さんの話や藪染めの話で盛り上がったりして、とても素敵なトークショーになりました。ここで奈々氏からお知らせです。2月9日から3月9日まで桜藪染めに出場するためのクラウドファンディングを行っております。今在来馬がとてもピンチな状態になっております。奈々氏の思いも在来馬に対する思いもクラウドファンディングのページに書いておりますので、ぜひページだけでも一読していただければ幸いです。ぜひ応援よろしくお願いします。以上、2月12日のネット競馬ニュースフラッシュでした。